こんにちは、大和町長の梅田豊です。朝の朝食時間に長男の嫁さんの方からネットでえらい回るよっていう話でした。まあ、情を豊かで読む人が、私が初対面の人で読んだ人は一人おったぐらい、何百何千人という中で、まあ、情もあったし、実があったし、ゆずるがあったし、まあ、いろんな でした。まあ、職員の方だったり、町民の方からのアイデアももらいたいし、まあ、まあ、私の名前ではなくて、大和町が日本全国にある程度、知っていただくようないい機会だったなというのは思っておりますので、今後、コロナ禍が早く終わって、多くの方々が来庁されるような町づくりをせなあなと思っております。うん、